皆様こんにちは、ゆめのです。今週もミニマリストを目指しまして生活記録を撮っていこうと思います。それでは始めていきます。本日で、生活記録が第81回目となります。ちょっと毎回拍手してるんですけど、ちょっと今日はね、かなりいろんなというか、そのハンドメイドと医療品でちょっと謎の組み合わせになっちゃうんですけど、それを紹介していきます。ではまず医療品から紹介します。購入品でね、モコモコしたベージュのスリッパと靴下を買った時に、このちょっと汚いんですけど、クマさん手放すかもと言っていたんですが、やはり履く機会が全くなくなってしまいました。使われる方はすごく使われるタイプですごく便利なんですよ。脱げないんですけど、私でも外出たりするので、なかなかちょっとこれは使わなくって、ダイソーの購入品動画以降使ったら持っておこうと思ったんですが、隅っこに追いやられていましたので、これはもうゴミ箱行きで手放します。次の医療品がですね、これはちょっとゴミ箱に行かせるか悩んでいるんですが、私が大好きな楽天の、ピエロさん、唯一楽天で使っている医療品というかお洋服のお店なんですけど、そこで買ったこの、これ結構私よく着ていたので、あっていう方もいるかと思うんですが、これのピンクですね。こういう本当に秋とか春とか、私は夏でも着てたんですけど、コットンみたいな生地のニットですね。結構ここがっつり開いた。で、ベージュとグレージュはですね、私好きな色で両方とも使うんですけど、本当に今私クローゼットというか押し入れをですね、結構そのピンクとかカラーのあるものをどんどん排除してまして、ただちょっとスカート、今考え中ボックスに仕事の時に履いていた結構そのスカートですね、お気に入りのスカートが多分5枚くらい入ってるんですけれども、そこもねちょっと整理したいと思いつつも、このピンクに関してはちょっと手放そうと思います。可愛いんですけど、色とか形とか、ただかなり開いているので、もう3個もあってもこれを買ってもうここがしっかり閉まっているので、ピンクはねちょっと手放そうと思います。ただこれもかなり着てるのでどうしようかなと思うんですが、これも一応手放します。で、次もお洋服で、もうこれはゴミ箱行きなんですけれど、これが何年も前に買ったユニクロのタートルネックのグレーになります。これですね。これね、一見すごい綺麗なんですよね。もったいない、まだ着れるんじゃないって思われるかなと思うんですが、こう見ると全くわからないんですけど、実はこれ裏側がですね5箇所以上愛犬がね引っかいたり、これを買ったばかりの頃にまだ猫ちゃんがいたので、猫ちゃんの爪がね引っかかったりで穴が開くんですよね。ほつれたぐらいならいいんですけど、結構猫ちゃんの爪とかワンちゃんの爪って穴が開くので、結構ねわかるかな、この辺とかね裏側からガーって補修をしまくってるんですよ。それでもうすごい直しているので、ただ黒と白に関してはまだちょっとこれのタートルネックが不安なので、ちょっと置いているんですよ、保留ボックスに。ただこのグレーはもう穴だらけなので、もうこれはねゴミ箱行きで手放します。ただこのユニクロのこのグレーのニットってすごく高級感があって、今ちょっと高いんですけど、これを買った時はまだ1990円時代だったので、今はね2990円でちょっと高いんですけど、これはね本当に値段がそのままだったら手放さずに買ったんだけどなという感じなんですが、こちらは手放します。で、あとがですね、もうハンドメイドのものになります。私が持っていても使わないので使っていただきたく手放すものです。まずですね、パールなんですけど、私パールすごく好きなんですけど、ハンドメイドを始めた頃にカラフルなパールをすごく集めていまして、私集めちゃうんですよね、好きなものって。でこういうね袋に入れてるんですけど、カラフルな穴のないパール、レジンに閉じ込める系なんですけど、こういうのとか、あとピンクとオレンジですね。これね、ピンクだけ結構使ったんですけど、他のカラーはね使わなかったですね。こういうね、可愛いポップな感じのものを作られている方って結構いらっしゃるし、これ今でもね普通に私の好きなグリーンオーシャンさんっていうレジン液を買っているショップなんですけど、ショップではね普通に売られているんですけど、もうね使わないのでこれは手放します。これもまとめてメルカリに出品します。で、あとがですね、全てシリコンモールドっていう型になるんですけど、ちょっ
ちょっとね、こういうもうちょっと色変わってきちゃってるんですけど、ほぼ使っていなくって、これはあの四角い形が作れるモールドで、でこれはねめちゃくちゃ色も変わらず綺麗なんですが、これは結構複雑なあのドロップ型でもちょっとカットの入ったものとか、あとこの円錐というか円錐三角錐四角錐が作れるっていう、ちょっとねあの面白い形が作れるモールドですね。あとはですね、あの私は当時何がしたかったのかっていうところで、あのこれを紹介するのが非常にあの悩んだんですが、もうちょっと手放すのでもまとめてということで、あの夢川系がですね2016年すごく流行っていて、それで私その当時もすでに30過ぎてたんですけど、多分ステッキとかリボンとか月とかね、あの作りたかったようで、これ結構使ったんですよ。ただ作品はもう残っていなくって、販売もせず、あの自己満でステッキをねステッキっていう作っていて、もうこれだけだったらねもうあの紹介するか悩まなかったんですけど、なぜ悩んだかというと、よっぽどこれが気に入ったのか、開けてないステッキとかをですねまた買っていて、でこのモールドっていうのがあのシリコンなのですごく綺麗にツヤツヤに作れるんですよ。それでまあこれを買って、もうあのもうめちゃくちゃ夢川感がすごいパッケージでこのねステッキのものを買って、そうしたらですねあの他のものにも目が行ってしまって、多分これレジン作家さんとかレジン作られる方あるあるなんですけど、あのモールドの沼にはまるんですよね。のその結果、このこういうちょっと十字架だったり、まあ、クロスっていうんですかね、十字架だったり、もう羽だったり、ちょっとまん丸なハートだったり、であとはさらにはですねこういうペガサスだったり星だったりっていうね、もうあの夢川感の強いモールドをですね集めちゃったんですよ。で開けてないっていうね使ってないのかって話なんですけど、これとこれとこれはね確かこれも開けてないか、この3つともちょっと開けてないんですけど、これはちょっとその夢川セットで、ちょっとこれはねただ開けて使っているので、あのご購入の方がいたらいりますかって聞いてお届けを考えてるんですけど、これはねもうメルカリに出します、開けていないので。これはねちょっともう処分かなとちょっと悩んでいるんですけれども、モールドをねもうまとめて手放そうと思います。もう黒歴史なんじゃないかっていう夢川世界、このリボンとか月とかステッキにですね一番減ってるパールを入れてみたりして、もうすごい、なんだろう、今思うとなぜ夢川にその30半ばくらいでハマっちゃったのかっていうのは謎なんですけど、可愛いですよねステッキって。なんかちょっとねこうカタカタしていてキラッとしたあのステッキのハートが作れるんですよねそんな感じでね、今日はちょっとあのハンドメイドと衣料品がぐちゃぐちゃ混ざっていたんですけれども、ステカツ記録第81回目はこんな感じで、ちょっとモールドですね、ちょっと夢かわいいモールドと、あと使っていないパール、穴なしのカラフルなパール、あとはもうお洋服と、あとクマさんのスリッパでした。はい、あの年内ねあのステカツ記録を終わらせて、もういつかはあの押し入れをね開放した状態で撮影ができたらなぁと思っております。ちょっとそうコードがもうぐちゃぐちゃにはなってるんですが、もうねただでも今年に入ってもかなりステカツ記録80回目でかなりの量を手放しているので、もうだいぶスッキリはしてきているんですが、こんな感じで、でも以前とはね全然違う感じですごくスッキリはしているので、コツ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 あの手放すことって大切だなと思います。まとめてっていうのができない方はあの私のようにではないんですけど、あのコツコツ手放すっていうこともね、気づけば81回っていうくらい、ここまでね結構私のちょっと愛犬が映ってますがスッキリするのでぜひおすすめです。はい、一つ一つっていうのが重要なのかなと思います。そんな感じで今日の動画はこのあたりで終わりにしようかと思います。いつも最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。